주십시오. 자, 여러 가지 이야기를 여기서 お伺いしていきたいなというふうに思っております. 자, 지금 BGM에 かかっ ております. 曲なんですけども、先ほども紹介いたしましたが、皆さんの登場シーンでも流れておりましたよね。この曲は春ある一日の物語のメインテーマなんですね。なんとですね、韓国版花より団子のオリジナルサウンドトラックを作られた音楽監督がお作りになった曲なんですけども、花より団子と言いますとやはりキンボムさん出演をされたわけなんですけども、こちらの曲聞いてみてどんな 우선 그분과 같이 다시 한번 작업하게 된 것에 대해서 굉장히 기쁘게 생각을 하고요. 또 저 같은 경우에는 바로 어제 촬영을 마쳤기 때문에 그 영상이 어떻게 나올지 굉장히 기대가 됩니다. 여러분도 많이 기대해 주시기 바랍니다. また、オージュンソン監督さんと一緒にお仕事をすることができ非常に嬉しく思っております。私はちょうど撮影をですね、昨日終えたばかりなんですけれども、どのような映像が出来上がっているのかとても楽しみです。どうぞ皆様も楽しみにしていてください。はい、この音楽に乗ってね、素晴らしいボムさんのね、演技が見られると思うととてもね、期待が 期待で胸膨らむというような感じなんですけども、さあ、早速ですね、皆様お一人ずつにお伺いしたいと思います。このウェブドラマの中でそれぞれの皆さんがどのようなキャラクターを演じてらっしゃるのか、そして台本脚本をもらった時にどんな風に感じられたのか、それについてお一人ずつお話しいただきたいと思いますが、じゃあボムさんからお願いいたします。 저 같은 경우 시나리오 안에서 굉장히 자유로운 기차 여행을 하는 사진 작가 역할을 맡았고요. 기차 여행을 하던 중에 굉장히 운명적인 위로를 여행하는 그런 역할을 맡았습니다. 私はこのシナリオの中で非常に自由気ままに記者の旅をするそういった写真作家という役を演じさせていただいたんですけれども、その中で運命的な出会いをするそういったキャラクターを演じました。 そ うですか。 運命的な出会い楽しみですよね。さあ、シフさん。 네, 어제 저녁까지 촬영을 서울이 아닌 지방에서 촬영을 하고 오늘 아침에 일본으로 왔습니다. 네, 昨日の夕方までですね、ソウルで。